はい、というわけで今回僕のブランドとエトニーズがコラボした靴が販売されることになりました。本当に昔から愛用してた靴と今こうやって一緒にコラボできるのはすごい嬉しいです。この靴は、ゴースケートボーディングデーの6月21日に、紫スポーツさんから販売されます。購入は紫スポーツさんのオンラインがメインで、あと一部店舗でも購入ができるそうです。紫スポーツさんのサイトから、詳細をチェックお願いします。今回販売されるのはこのメインの靴と T シャツです。で、実はこのコラボの話は去年の夏ぐらいから始まっていて、本当に1年ぐらいずっと取り組んでいました。デザインだったりどういう風に進めていくかっていうのを本当にもうこの発売の時のために頑張ってきました。なので今回の動画では、この靴についてのより深い話であったり、制作段階で映像とか撮ってたんで、その過程を見せていければなって思います。僕小学校6年生でスケボーを始めて、でかれこれちょっとやってない時期もあったんですけど10年ぐらいスケボーをやってます。で、多分エトニーズを初めて買ったのは中学校の時で、本当にそれ以来ずっとこのエトニーズのマラナっていうモデルが特に好きで履いてますね。本当にさっきも言ったんですけど、なんか自分が昔からこう好きだったブランドと今こうやって自分のブランドとコラボできて何か作れるっていうだけで本当に嬉しいんで、なんかもう夢のようです。僕が中学校3年生か高校1年生の時に大阪でエトニーズのツアーがあったんですね。で、海外のトップライターライアン・シェックラー、クリス・ジョスリン、エイラン・キャンベル、ジュリアン・ダビッソンっていうすごい有名なライダーとかが、来てパークでデモするってなって僕それに行ったんですよ。で、本当にエトニーズもともとすごい好きだったんですけど、そのデモとかライダーとか見てなんかすごい本当にいいブランドだなってより好きになったのを覚えてますね。で、その時にすごい僕印象に残ってる話があって、その僕ライアン・シェックラーと写真撮れるみたいな機会があったんですよ。で、写真撮ってちょっと英語話してなんかいい感じでちょっと仲良くなって、でその後になんかプレゼントあげるみたいなタイミングがあったんですね。こうなんかよくあるその靴とか服とか投げてみんなわーいキャッチするみたいなシーンですね。で、僕その時英語でこのチェックラーに向かってなんか靴欲しいみたいな感じで言ったら、僕の方に見てくれて僕の方に靴投げてくれたんですよ。で、キャッチした靴を見るとそのエトニーズのシェックラーのマラナっていう、彼のモデルの靴だったんですね。で、今こうやって彼のモデルをベースに僕のブランドとコラボできるのはすごくないですかっていう、なんか本当に運命感じますね。本当にそういう昔の思い出もあるブランドとこうやってできているのは本当になんか現実とは思えないぐらいの感動ですね。ちなみに当時僕の足のサイズが 27.5 で、もらった靴が26とか 26.5だったんで、入った時めちゃくちゃもう親指もう飛び出るんちゃうかみたいなぐらいきつかったんですけど、もうボロボロになるまで履いてましたね。という感じで、中学校の頃から僕デモに行ったり、そのブランドのすごいファンで、で、そのこっちに東京に来てからだんだんちょっとエトニーズとこう絡みがあるようになって、で今回の話が進んでいったっていうわけです。これからちょっと、この靴がどのようにデザインされていったかっていうプロセスの映像があるんで、それを見てもらいます。どうぞ。今回そのいつもお世話になってるエトニーズから僕のオリジナルのカラーウェイ、オリジナルのデザインを出せることになりました。なので今日はそのデザインをしに、エトニーズの代理店である、ソニックディストリビューションさんにお邪魔してデザインをしに行きます。ではレッツゴー。この靴が完成するまでの過程を映像にできればなって思います。エトニーズは昔から履いててずっと好きだったんでめちゃくちゃ嬉しいですね。で、今日で、デザインとか決まれば、はい、あとはその大まかな日程を逆算して、はい、おいいじゃん。この辺が僕は好きで、めちゃめちゃいいね。そういう意味ではこういう色とかね、素晴らしい。うわこれいいね、このシミュレーション。これいいね。ここなんか刺繍とかできたら。刺繍、全然できるよ。じゃあ2作れますね。2。すげえ。じゃあ2年後、20ぐらい。すげえ素晴らしい。いいじゃん。だったらこれある程度固まった段階のやつを作っちゃえばいい。なんかどうすな。これいいっすね。それは売れると思う。俺もこれいいと思う。すげえ売れると思う。シモン君っぽい。
という感じで、去年の夏か秋ぐらいにデザインが決まって、進んでいったっていう形です。この靴をデザインして作って販売するまで本当に多くの方の協力を得て可能になっているので、本当にこの日を迎えられたことに感謝してもしきれないですね。本当に関係者の皆さん、ありがとうございます。本国のエトニーさんとか、日本の代理店であるソニックディストリビューションさんとか、紫スポーツさんには本当にお世話になってます。朝からすいやいや、こちらこそこれ、当たって待ってるんで、おお。すごっ。なんか実際見たらすごいですね。いや結構感動しますね、実際見たら。でしょ。すごい。まあこの靴のデザインについて少し話すと、まあ詳しくは紫スポーツさんのページに載ってるんですけど、まあ色は結構シンプルで、このまあ黒とか、グレーベージュの色は安定性とかっていう意味を込めてデザインしていて、でこのエメラルドグリーンみたいな色は、僕昔から緑とか自然の色がすごい好きなんで、そういうまあ水とか木とか自然の色を、込めてこういう風にデザインしました。なのでインソールのデザインもこんな感じで自然な木とかになっています。でここに僕のブランドの刺繍が入っていて、でこのタンのところの部分が全部リフレクターになっています。で T シャツもそんな感じで、エトニーズのロゴがこのエメラルドグリーンの色になっていて、僕のブランドの名前がバンって入ってる感じです。この靴エトニーズのマラナっていう、形をベースに僕がオリジナルのカラーとか、まあ、素材をつけて作ったんですけれども、本当にこの靴は僕がスケボーで履いた靴の中で一番良くて、別に僕がこのブランドをコラボしてるからめっちゃいい靴とか言ってるわけじゃなくて、本当に昔からこのモデルをずっと使ってて、見た目も良くてめちゃくちゃ強くて、なんかこう全体的にすごいバランスのいい靴なので、僕はいつもこれ今までずっと何年間も履いてきました。でこの動画の冒頭に投稿した、動画とかあるんですけど、まあ、それとか、この靴の写真とか僕のこれを使ってスケボーしてる写真とか全部ケン君が撮ってくれて、一緒になんか本当に1ヶ月とか2ヶ月ぐらいかけてずっと撮影してたんで、もう写真とかも見てもらえると嬉しいです。そしてケン君ありがとう。まあ、この商品の写真とか詳細は、紫スポーツさんのサイトに載ってるので、ぜひ興味ある方はチェックしてみてください。今回のデザインがすごいいい感じで、紫スポーツさんの、原宿店のウィンドウにすごいいい感じでこうディスプレイされているので、ぜひ近く通った方は見てみてください。という感じでですね、もう一回言うんですけど、6月21日のゴースケートボーディングデーに紫スポーツさんから、販売されます。で、この動画がアップされた次の日、発売日の前日6月20日に、僕のチャンネルでこの靴についてのライブをします。でそのライブ限定で先行予約できるので、なんか靴に興味ある方とか、なんか質問がある方とか、ぜひライブに遊びに来てください。なんか裏話とかいろいろできたらなって思います。という感じでですね、今回は僕のブランドとエトニーズのコラボのシューズが販売されるという報告動画でした。少し僕がなんでこんなエトニーズが好きなのかとか、デザインの過程とか見せれたかなって思います。で、この靴に関する情報が載っているサイトの URL はこの動画の概要欄に全部貼っているので、チェックしてみてください。って感じで、この辺でこの動画は終わりだと思います。もしよかったら高評価、コメントと、あと登録お願いします。で、僕オンラインサロンやってるので、オンラインサロンも興味ある方はぜひチェックお願いします。なんかいつもなんか更新的な情報発信したり、練習会をしたり、なんかプロジェクトやったりしてます。で、今ちょっとやってないんですけど、ライトピアっていうサイトで、個人的なプライベートレッスンもやってるので、緊急事態宣言が解除された後になるんですけど、興味ある方はぜひチェックしてみてください。ではまた来週会いましょう。 See you!